皆さんこんにちは。今回は効率よく強くなる方法改訂版ということで、いつだったか効率よく強くなる方法っていう動画を前編後編にわたってやったと思うんですけど、あれ中途半端な形で終わっちゃったと思うので、今回はその改訂版です。で、早速本題なんですが、まず最初にやった方がいいことはギルドに入ることです。メニュー、コミュニティ、ギルドってやると自分が入ってるギルド表示されるんですけど、この左下にスキルって書いてあるんですけど、これギルドスキルって言って、ギルドに入っていると使えるスキルなんですけど、このスキル詳細っていう右上のところを押すとセットできるギルドスキルが表示されるんですが、この GP ギルドポイントっていうのを消費してギルドスキルっていうのをセットができて、でギルドレベルが高いほどいいスキルがセットできるんですけど、まあどんどんギルド育ててってこういうドロップ率が上がるやつとか熟練度経験値獲得量が上がるやつをセットすると恩恵が得られるので、でこれギルドに入っていればこれタダで使えてしまうスキルで、常に勝手に発動しているやつなんで、でこれ画面の上の方にこれレベルのバーあると思うんですけど、この右隣にアイコンがこれ並んでると思うんですが、これがギルドスキルです。ギルドの入り方は左上メニュー右下イベント一覧で、下の方行くとギルドカウンターへってあるので押して OK をします。すると第一層の商業区のギルドカウンターの前に来るので、まあ、ここからギルドって押して、まあ、ギルド検索っていうのをやって、まあ、ギルドの ID 知ってればここ ID 押して数字入れて検索ってやったり、まあ、おすすめっていうところからこうやって選んで入ってもいいかなと思います。で、他の人のギルドを入りたくないっていう人であれば、ストーリーの第3層クリア済みならば30万コル使って自分のギルド作れるので、これギルドカウンターでギルド作成っていうのがあるんで、これで自分で作ってギルド育ててギルドスキルをセットできるので、それでも全然いいと思います。でもギルドをなるべくゲーム始めたらすぐ入っちゃった方がいいです。できるだけ、まあ始めたばっかですぐ入れるんですけど、まあ、作るのが第3層からってだけで、入るのはもういつでもできるので、なるべく早く入るのがいいと思います。で、次ギルド入ったらやることはストーリークリアです。画面左上メニュークエスト受注クエストってあると、ここに今ないんですけど左の青い線入ってるクエストメインクエストっていうのがあって、まあ押すとクエストどうやるのとか、まあ、出てくるんで、メニュークエスト受注クエストっていうのを覚えておいて、これで次のクエストどうやるかっていうのを把握してどんどん先進んでいってください。で、ストーリーを先に進めていくと、進めば進むほど勝手にこのメインクエストっていうのがクリア扱いになるんですよ。勝手にクリアされていくので、で、クリアするとこういう風に経験値がめちゃくちゃもらえるんで、何百万とかで、アルカナジウム、この課金石みたいなやつですね、あのオーダー引くやつガチャですね、これがもらえるので、ストーリーを進めるのをまず優先するのが一番いいです。で、ここナビってあると思うんですけど、ナビっていうところを押すと画面右上の地図を押した時に、まあ、どこかに黄色いターゲットマークみたいなのが出て、で、そこに向かうとクエストが進行するようになっているので、まあ、どこに行けばいいかわかるので、それで進めていくといいと思います。で、ストーリーで行き詰まったら武具を新調しましょう。新しい武具を購入したいのであれば、その新しい階層にある武具店、まあ、こういう風に武具店って書いてあるところですね、これ話しかけて買うとその新しい階層の武具が買えるので、これについては武具の買い替えタイミングについて考えた動画があるので、まあ、それも動画説明欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。で、それでもストーリーちょっと突破できないなってなったら、まあ、武具とかスキルレコードを進化させるのがいいです。メニュー、アイテム、強化交換、スキルレコード強化っていうので強化したり、この進化ってやつで進化したり、まあ、この武具強化っていうところを選べば、まあ、強化とか進化とかできるので、まあ、こういうので強化進化していくといいと思います。これについても説明した動画があるので、動画説明欄に貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。で、ストーリーでよくつまずくって言われている14層フロアボスに関しては、ボス部屋の四隅に HP を持ったクリスタルが4つあるんで、これを壊していくとこの14層フロアボスの戦闘ルのこのダメージカットバフみたいなのが削れていくんですよ。このフロアの四隅のクリスタルを壊していかないと高いダメージが出ないので、このクリスタルを壊すっていうことを意識してみてください。で、次につまずくとしたら47層ストーリー
ストーリー最後のラフコフが出てくるとこですね。ラフィンコフィンの、まあ、以前は強すぎて倒せないっていう声が続出してたんですけど、まあ、今はバランス調整されたためか、ツイッターでも倒せないってっていうのはあんまり見かけなくなりましたね。まあ、それでも倒せないっていう人がいたら、まあ、47層ラフコフの戦い方っていう動画を出したので、まあ、それも動画説明欄に貼っておこうと思います。ストーリーでも55層以上は始めたばかりの初心者にはきついらしいので、まあ、47層と50層のレベリング効率がいいって今言われてるので、47の2と50の2ですね。だから、せめて47層、まあ、欲を言えば50層まではストーリークリアしておくのが一番いいかと思います。ただ新階層出た時ってイベントで効果集めっていうのがやってて、まあ、このスタートダッシュイベントってやつですね。今77層出たばかりなんですけど、この動画撮ってる時点ではこれ効果集めっていうのがあって、まあ、この最新階層でやるイベントがあるので、できれば最高階層まで行っておくと、まあ、こういうのもできるよって話ですが、まあ、ちょっと始めたばかりの人はこのイベント敵が強すぎて、あの上の階層のモブモンスターマジで強いので、まあ、できれば最高階層まで行きたいっていう話です。でストーリー全部クリアしたら、ここからはできれば美課金ならブーストモードっていうのがあって、月額960円の課金なんですけど、できればこれあった方がいいです。これあると経験値4倍、武器熟練度2倍、ドロップ率2倍っていう風になるんで、まあ、あとはあのパックっていうところ、ショップのパックをして、で、このバーストパック両手槍っていうのをできれば買った方がいいです。これあると結構便利で、広範囲全体攻撃のスキルが2つ入ってて、で、他にも中範囲のやつですけど、全体攻撃でモーションも速くて、で、モブ狩りしやすいんで、このバーストパックおすすめなので、もし美課金なのであれば、買って損はないかと思います。あとは、このアルカナジムパックっていうのは、980円で結構ジェムがもらえるので、まあ、余裕があれば、これもあるといいと思います。で、次にやることは、武具厳選ですね。一番上の階層で、武具とか作れないのであれば、まあ、この動画撮ってる時点では、61層の武具が、階層武具だと一番上の階層なんですけど、そこがいいんですよね。ただ、やっぱ、55層以上は敵が強いので、ちょっと時間かかるので、まあ、50層でもいいかな。50層の、モブモンスターを倒しまくると、メニューアイテム強化交換、生産で、まあ、武器防具作れるんですけど、これですね、センチュリオンメイル。これが61層防具の上半身のやつなんですけど、これ生産、例えばこれ OK ってやると、ランダムボーナスが付与されましたってあるんですけど、これ生産するとボーナスがつくんですよ。購入と生産の違いってそこにあって、まあ、その分コールがめちゃくちゃかかるんですけど、このボーナスがめちゃくちゃ大きいんですよ。このボーナスがついたものを装備すると、例えばこのディフェンス19上がってって、アタック5上がってって感じなんですけど、これ複数個つけてれば、まあ、これ上半身だけなんですけど、下半身防具、あと武器、盾、全部ボーナスついてれば、その分上がってくので、ディフェンスボーナス25のやつを3つつけたら75じゃないですか。防具1つつけるだけで防御力75上がるっていう計算になるんで、まあ、実際は25、3つと、あ、20か最大。あれいくつだっけ忘れたけど、多分20か23つで60か、まあ、1個で60上がるとかだったらめちゃくちゃすごいと思うので、あ、これディフェンス最大30でしたね。まあ、この武具厳選に関しては武具厳選について説明してる動画があるので、それ見てもらえればと思います。まあ、武具強化にはこの継承っていうのもあるんで、この継承っていうことをすると、まあ、このランダムボーナスを引き継げるので、そのやり方もその動画で説明していると思うので、よかったら見てもらえればと思います。61一層武具を購入してランダムボーナスを引き継ぐ継承っていうのをするのも全然ありだと思います。で終わったら武具錬成っていうのをやるといいと思います。メニュー、アイテム、強化交換、生産、インゴットっていうのをやると、平凡有料希少な金属片で生産っていうのがあるんですけど、これフィールド狩りしてると平凡な金属片、有料な金属片っていうのが出て、これで生産ができるんですよ。で、生産すると、インゴットっていうのが生産できて、まあ、これを武具に錬成できるんです。
武具強化ってやって、錬成ってやって、なんか選んで、で、ここ、鍛錬って書いてあるんで、鍛錬って押すと、この熱鋼っていうのが必要になるんですけど、まあ、これはフィールド狩りで、各サーバーごとに10分おきに現れる、ラグーラビットっていうモンスターを倒すと、これドロップするんですけど、これ右下鍛錬 OK ってやると、鍛錬しましたってなるんですよ。で、ここにさっき生産したインゴットとかを付けられるんですよ。で、錬成 OK ってやると、錬成されて。で、まあこれはデメリット効果とかあるんですけど、これ付けると、付けるだけで、防具に付ければ防御力、武器に付ければ攻撃力が上がります。で、この上がる数値が、武具厳選に匹敵するぐらい高いので、ただ特に目立ったデメリット効果がないものもあって、フィールドの回復オブジェクトによる回復量とか回復時間が上がるインゴットもあるんで、これを装着して攻撃力とか防御力だけ上げるっていうこともできます。これはダンジョンのボスを周回して作るダンジョンインゴットとか呼ばれるやつなんですけど、この大雲のインゴットが3層、で、その下4層、5、6、7層っていう風に上から順番にこれ数えていくんですよ。生産のランのやつ。生産からインゴットって進むと、これ、そういう風な並びになってるんですけど、4層と5、6、7、8層ですね。4層と8層のダンジョン周回でこれ作れるので、一応汎用性はあるので、作りたいなら作っていいかと思います。まあ、できればさっき言った、有料とか平凡な金属片で錬成するのが、周回するときとかは、やっぱこっちの方が効果が得られるのでいいんですけど、ま、いろいろ変えるのめんどくさいっていう人は、回復インゴットいいんじゃないかなって思います。で、次にやることは、熟練度レベル25以上にしましょう。全部。左上メニュー、ステータス、武器熟練度ってやると、熟練度レベル出てくると思うんですけど、すべての武器の。で、このレベル、すべて25以上にしましょう。武器熟練度って、この武器を装備してる時に敵を倒すと、この片手直剣なら片手直剣に武器の経験値が入ります。片手コンなら片手コンで倒した時に片手コンに武器の経験値が入ります。これが武器熟練度で、武器経験値が一定まで達すると次のレベルに、熟練度レベルになります。これはなるべく、フィールドでモブを複数倒すのが一番良くて、全体攻撃とかで一気にまとめてモブ狩りするのがいいんですけど、自分の強さに合った階層がいいかと思います。できれば47層と50層が理想なんですけど、それでも厳しいなら20層とか14層、もっと下で言えば12層とかでもいいと思います。あとは27層ですごく効率がいい熟練度経験値稼ぎができるので、それについて解説した動画も動画説明欄に貼っておきます。で、熟練度レベルをオール25以上にしたら、次にやることは片手直剣のモッドスキルっていうのを持ってる人であれば、モッドスロット枠の3枠まで解放してください。この第8層で手に入るマンオブザデイキリトを解放しなくていいです。オーダーで当たるやつを解放しましょう。モッドスキルっていうのは、追加効果って書かれたスキルを装着できるスキルのことを言うんですけど、簡単に言うと合体スキルみたいな感じです。この追加効果っていうのが付与されるだけなんですけど、それがめちゃくちゃ強くて、で、この常設イベントで手に入る双剣士の記憶ユージオっていうのを装着するとめちゃくちゃ強いので、双剣士の記憶ユージオはメニュー、アイテム、強化交換、限定アイテム交換、青バラのフラグメントと交換っていうのがどこかにあるんですよ。何ページ目かわかんないんですけど、で、上の方を押すとアンコールアナザーワールド交換所っていうのが出て、これが交換できるので、アンコールアナザーワールドかアンコール不思議な二人っていうのを周回すると手に入るので、左上メニュー右下イベント一覧で、ここにアンコールアナザーワールド不思議な二人っていうのがあるので、これ押すとそのイベントの案内人のところに行くので、で、モッド解放っていうのはメニュー、アイテム、強化交換、スキルレコード強化で、モッドっていうとこを押して、で、ここで選択っていうのを押すと、左上にモッド解放なんちゃらっていうのがあるんですけど、モッド解放アイテムを使って解放ができるんですけど、これを持ってないと解放できなくて、で、生産できるんですよ、そのアイテムを。で、生産するには、モッド解放のかけらっていうのが必要になって、このモッド解放のかけら3っていうのは、25層以上の迷宮区の、普通よりサイズが大きいモンスターからしか出ないようになってて、で、これがめちゃくちゃ時間かかるんですよ。本当にめっちゃ頑張って1ヶ月以上かかったっていう人もいるんで、まあ、どうしても時間かかって、もうやりたくないっていうんだったら、やんないで次に進んじゃって、全然大丈夫です。で、片手直剣のモッドスキル
ルを持っているのであれば、できれば片手直拳の熟練度スキルのコンビネーション、スイッチダメージが 10% 増加するやつと、スイッチチャージ SP が回復するやつ、スイッチスキル使用時剣の極意、片手直拳装備時に攻撃力が 10% 上がるやつ、これを上げていくのがおすすめです。周回効率が上がります。でそれが終わったら次は武器の知識を完成させましょう。あ、片手直拳の熟練度スキルを上げようって言ったんですけど、今言うやつのが優先かもしんないです。で適当に武器どれか選んで熟練度スキルっていうのを押して、下の方に武器の知識っていうのがあるんですけど、これ攻撃力が 5% 上昇っていうやつで、熟練度スキルレベル10にすると 5% 上昇ってなるんですけど、これを縦以外の 1,2,3,4,5,6,7 つ分、これ全部同じ効果のスキルがあって、でこれ全ての武器で有効って書いてあるんで、もはやレベルアップみたいなもので、これつけてるだけでステータスが上がってる状態なんですよね。だから武器7つ分でこの武器の知識最大まで上げれば、全部で7つ分なので攻撃力が 35% 上昇するので、この熟練度スキルの武器の知識っていうのを全武器で最大まで上げましょう。まあ、盾だと防御力が上がるんで、まあ、これも上げとくのが一番いいので、でこの武器の知識っていう熟練度スキルを解放するには、熟練度レベルが25以上でなければいけないので、さっき言ったオール25以上ってそういう意味で、まずこの条件の一つがクリアできる。でもう一つの習得条件の槍で言えば、この総画ってやつは一つ前のスキルで、これを習得するためには一つ前の生存本能をレベル5にしている必要があって、で遡っていくと最初の方からどんどん解放していった方がいいんですけど、この解放のためには北緯の針瓶っていうアイテムが必要なんですよ。でこれはフロアボスとか周回してるうちにドロップしたり、あとメニューアイテム強化交換限定アイテム交換で、この釣り交換所っていうところを押すと、これ釣りで釣った魚とこの瓶を交換できるので、この瓶でどんどん解放していったり、あとは期間限定で開催されているイベントにもうこういう風に極意の針瓶っていうのがあったりするので、まあ理想を言えばこれから説明するノクスインテグラル武器とかルクスインテグラル武器を作る時のために25層以上のフロアボス周回が理想的なんですけど、それがきついのであれば釣りが戦闘を介さないのですごくいいと思います。釣りとかイベントですね。イベント一緒にやる人いないのであればクイックパーティーっていう機能がいいと思います。まあ、これ常設イベントなんですけど、例えば期間限定のイベントとかだったら、この右下のクイックパーティーで挑戦っていうのを押して OK って押すと、同じくクイックパーティーってやってる人と勝手にマッチングしてパーティーが即席で組めるので、だいたい夜8時とか10時11時くらいかな、何時くらいだろう、まあ夜にだいたい人がごちゃごちゃ集まってくる時にやるとパーティー組めるのでおすすめです。で次はノクスインテグラル武器とかルクスインテグラル武器っていう強い武器を作るのがいいと思います。ノクスインテグラル武器っていうのは25層、27層、35層のフロアボスのどれかを周回して作る武器なんですけど、この武装石っていうアイテムがマジで全然出なくて、これがこのゲームのやり込み要素の一つになってて、これを作るのが優先事項になります。でこれやるにはフロアボス周回するので、さっき言った熟練度スキル武器の知識とか片手直拳で言えばこのスイッチチャージ剣の極意とかコンビネーションっていうのを上げながらフロアボス周回するのが一番理想的ですね。さっき言ったのと並行してやるのが理想です。でノクスインテグラル武器ってメニューアイテム強化交換限定アイテム交換で武功の勲章と交換っていうのがあるんですよ。でこれ押すと、まあ、下の方のこの1回限定って書いてあるやつですね、これのどれか交換できるんで、このイベントアイテムの武功の勲章っていうアイテムと交換できるんで、この下の修羅像っていうのが25層、一つ上のが27層、上が35層のやつで、これ1回しか交換できないです。武功の勲章ってたまにラインナップ更新とかあるんですけど、これもう1回限定で1回交換したらもう交換できないので、でこのイベントアイテムの武功の勲章っていうのは何かしらイベント周回してると、まあ、スコア報酬とかでもらえたりするので、まあ、釣りでも手に入ります。でこれを、まあ、69とか72、75とか書いてあるんですけど、その数分集めて交換ができるので、まあ、1個はこれで手に入ると。あとは周回ですね。
で、片手直剣のモッドスキルを持っている人であれば、ノクスインテグラル武器作らずとも、40層フロアボスを結構早い時間で倒せてしまう場合があるんですよ。で、それを倒せると、そのノクスインテグラルより強い、このルクスインテグラル武器っていうのが作れるんですよ。40層、47層、50層のどれかのフロアボスを周回して作る、ルクスインテグラル武器っていうのがあって、で、これ40層を周回してこれ作れてしまうんですけど、40層フロアボスは弱点が残属性なんですよ。だから片手直径のモッドスキル持っててモッドスロット枠を3枠まで解放できてたら、さっきの双剣士の記憶ユージオっていうのを装着して、でこれでめっちゃ火力が出るの で、あとはスキルレコード編成とかいいものにすると結構効率よく回れてしまうので、でモッド解放のかけら集めは40層61層75層の迷宮区奥地がおすすめです。多分このレベルの人だったら61層とか75層のモブ狩りちょっと厳しいっていう人もいるかもしんないので、まあ、40層結構人気なんで、まあ、40層でやってもいいし、まあ、強い人とできるんだったら75層でもいいしっていう感じですね。で、月末とかに、まあこれ今やってるの月末じゃないんですけど、大強化イベント勇気っていうイベントが来ることがあるんですよ。これやると運気向上のお香っていうアイテムがもらえて、でこれ1個使うと10分間ドロップ率が2倍になるっていう効果になるんで、これあるときはこれやりながらフロアボス周回するのがおすすめです。で、掲示板でもフロアボス周回ができて、迷宮区じゃなくてもできて、例えば何周年記念かで出る掲示板経験値何倍キャンペーンみたいなのがあって、この前4周年だったので掲示板経験値4倍だったんですけど、まあ、5周年になったら多分5倍なるのかな、なったらいいですね。まあ、そういう時に周回するとレベリングも同時にできるので、あと掲示板はクリアするたびにこれがもらえるのでいいかと思います。まあ、さっきノクスインテグラル武器作らずにいきなりルクス作るのがいいとは言ったんですけど、それ片手直径のモッドスキル持っている場合で、まあ、持っててもきついっていう人はノクスインテグラル武器作ってからルクス周回するのがいいと思います。ルクスは今のところこの武功の勲章で交換できないんですよ。ルクスインテグラル武器の武装石がラインナップにないので、ルクスは周回になります、完全に。で、ルクスインテグラル武器までできたら、次はフィールド狩りでウサギ狩りがおすすめですね。まあ、しなくてもいいんじゃないかってちょっと思うんですけど、まあ、そこは別にやってもやんなくてもって感じなんですけど、こういうインテグラル武器、なんちゃらインテグラル武器とか冥国防具、このカオス討滅戦を周回して作るやつですね。この高難度ダンジョンってやつ、そういうのはこのゲームで一番強い武具なんですよ。一番難易度高いやつ周回して作るやつが、でそれを練成するためにはわざわざ48層まで行かないといけなくて、48層のリズベットブグ店っていうところに行って、ここでじゃないと錬成できなくなってるんですよ。で、なんとかインテグラル武器とか冥国防具ってやつのインゴット錬成枠の3枠目を解放するのって豪熱鋼っていう熱鋼じゃないと開けないんですよ。2枠目を解放するための灼熱鋼はリボンつけているウサギシェールラビットってやつで、3枠目解放するために必要な豪熱鋼っていうのは王冠つけたウサギを狩らないと手に入らなくて、で解放するとやっぱインゴットつけて能力値が上昇するので、まあ、できればやった方がいいという感じなんですけど、あ、そうだ、あとこのノクスインテグラル武器の装備可能レベルが121なんですよ。で、ルックスインテグラル武器の装備可能レベルが141なんですよ。だからこの装備可能レベルに達していないのであれば、レベリングも兼ねてウサギ狩りがいいと思います。ウサギ狩りは47層47の2ですね。迷宮区前の方が狩り場エリアが4つしかないので、ウサギが比較的狩りやすいのと経験値効率もいいのでおすすめです。で、こういうノクスインテグラル武器とかルクスインテグラル武器作る前にレベル上げる人とかもいるんですけど、まあ、全然そっちでもいいと思うんですよ。全然いいんですけど、ボス倒しても結構経験値入るので、ボス倒してからやる方が効率だけで言えばいいのかなと思いますけど、まあ、そっちはまあ好みでいいと思います。で、ルクスインテグラル武器まで作ったら、次はカオス135っていうのをやるのがおすすめです。
カオス135っていうのは、左上メニュー、右下イベント一覧で、カオス倒滅戦っていうのがあるので、押して OK をします。すると、この国鉄級っていうところに来て、カオス倒滅戦の案内 NPC のところに来るんですけど、カオス135っていうのは、このカオス倒滅戦近距地ってやつですね。これを周回して作る防具の装備可能レベルが135なので、カオス135って呼ばれています。まあ、この135ってやつですね。これを作ることが目標になります。でこのカオス倒滅戦めちゃくちゃ強くて、本当に防御力低いとかだと一撃食らうだけで HP のほとんどを持ってかれたりするので、立ち回りとかが重要になるんですけど、まあそれに関してはカオス倒滅戦の基本っていう動画を出したので、そちら見てもらえればと思います。でカオス倒滅戦の135きついっていう人だったら、この一つ下の最深部カオス110ってやつもあるんで、まあこれ周回してもいいのかなとも思います。カオス110に関しては、この1回限定の武功の勲章交換所の混沌の記名章っていうのがあるので、まあ、これ1個交換できるので、で、カオス倒滅戦で作る防具も、やっぱこのゲームのやり込み要素の一つになってて、その混沌のなんちゃら名章っていうのがめちゃくちゃ出ないんですよ。希少ドロップって言われてて、稀に入手できるって書いてあるんですけど、マジで出ないから本当何回も何回も周回することになるんですけど、まあ、このカオス135ですね。周回がおすすめです。でカオス倒滅戦って周回してる間は極意の針瓶っていうアイテム出ないんですよ。ドロップしなくて極意の針瓶は出ないんですが、ここで周回しておいた方がいいと思います。このタイミングで、でカオス135作り終わったら、まあ、ウサギ狩り、まあ、してもしなくてもいいんですけどやって、で次はロッソインテグラル武器っていうのを作るのがいいと思います。ロッソインテグラル武器っていうのはルクスインテグラル武器の一つ上のやつで、装備可能レベルが161なので、161レベルまで上げる必要があって、まあロッソインテグラル武器でもいいし、このカオス155ってやつですね、カオス135より一つ上のやつですね、これを作るかのどっちかなんですけど、もうここら辺になってくると自分の持ってるスキルレコードにもよるんですよ、周回効率が。まあその前でもそうなんですけど、より重要になってくるので、スキル編成とかでもどっちも倒せないっていう人はもうほんと強いんで、敵がボスが。だからそういう人はこの熟練度レベルをオール40以上にしましょう。オール40以上にするとこの剣技熟達っていうのがあって、これも全ての武器で有効って書いてあって、これを全武器で上げるのがおすすめです。ソードスキルの威力がプラスいくつになって、あ、そういえば言い忘れてたけど、なんとか儀連熟っていう極意の針瓶章で上げるやつも、これソードスキルの威力が上がるので、これも上げていくのがおすすめですね。で熟練度レベルをオール40以上にしたら、この熟達っていうのを上げるのを進めながら、どうしてもこのロスインテグラル武器っていうのを一人で作るの大変な人だったら、まあ、パーティーとかで回るのがいいのかなって思います。カオス155きついんだったら、まずこっちパーティーでやるっていうのはいいのかなって思います。まあ、この熟達進めながら、まあ、ロッソインテグラル、カオス155作ったら、その後は、やっぱり、もうここからは、ウサギ狩りですね、やっぱり。ウサギ狩りして3枠解放して、で、なんとかインテグラル武器とか、冥国防具の、インゴット錬成枠の3枠目解放するのって、めちゃくちゃコルが必要なので、まあ、コル稼ぎっていうのもあって、で、まあ、フィールド狩りいいんじゃないかって思います。で、それが終わったら、35層のインゴットを貫突しましょう。35層ダンジョンを周回して作る、この合成銃のインゴットってやつ。金属片10個で生産できるんですけど、これをずっと周回してプラス99になるまで、周回して合成してっていうのをやるのがおすすめで、本当にこれが必要になってくるんですよ。インゴットの錬成枠の3枠目の解放とか、やっぱりインゴットですね。この平凡有料希少とか生産するのにもコルがかかるし、マジでコル不足に悩んでくるんですよね、強くなってくると。特にだからこの 35-2 の迷いの森、月光の林道、迷宮区前っていうのに飛んで、でマップのここら辺ですね、下の方、ここにダンジョン案内人がいるので、これで周回して武具強化から
合成って進んで、でこれで合成していくんですけど、まあ、合成 OK ってやって、まあ、それに関してはインゴットに関する動画説明欄に貼っておくので、でそれが終わったら上げてない熟練度スキルを全部カンストしましょう。まだ上げてないやつがあれば全部上げ切ってください。でそれが終わったら、この何属性スキルかのクリティカルダメージが上昇っていうダメージ上昇系のダンジョンインゴットを全部貫突してください。白竜のインゴット、これ55層ですね。これ水亀のやつ68層かな。あとこれは48層ですね。48層、55層、68層。今出てるのだと、あとこれですね。77層か。そういうこのダメージ上昇系のダンジョンインゴットを全部プラス99までいってください。それが終わったら次はカオス175ですね。極限値。まあ、それが終わったらとか言ってますけども、ここら辺はもう自分ができるやつからやった方がいいんで、やりたいやつから、やる気出るやつからが一番いいんで、カオス135倒せるのであれば、もう周回圏内です。ちなみにカオス135は目安としては4分以内に倒せるのであれば周回圏内だと思います。まあ、4分じゃなくてももっと時間かかっても、もう5分とか6分かかっても倒せればもう十分周回圏内だと思うんですけど、155ももう時間内に倒せれば周回圏内だと思います。175も倒せるんだったらもう周回しちゃっていいと思います。でカオス175まで作ったら、その時点で出てるブグで一番強いものの厳選がいいと思います。この動画撮ってる時点だと、このロッソインテグラル武器っていうのが一番強い武器ですね。で冥国防具で言えばカオス175ですね。でこれを自分が一番欲しいボーナスが出るまでずっとひたすら作り続けるっていうのが厳選で、それをやるのがいいかと思います。それが終わったら武器熟練度レベルを全部カンストしましょう。でここからは基本プレイ無料のスマホゲーあるあるなんですけど、課金の力があると楽な領域です。トップレベルの力を手にしたいならば課金の力を借りるのがベストです。次やるのはこの有料とか平凡なインゴットの貫突。平凡なインゴットはプラス99まで、有料は299まで、希少なインゴットはプラス499まで合成できます。でこれを貫突してください。全部でこれってこの鑑定っていうガチャあると思うんですけど、これ鑑定ガチャって虹色のインゴットが欲しい人とか引くんですけど、それ狙って引いてるうちにこの有料なインゴットとか出るんですよね。だからそれも含めて合成してってっていう感じなんですけど、まあそれと並行してこの鑑定で虹インゴット、この全種類集めてください。これアルカナジウム必要なので、まあ課金できると楽です。課金できないのであればイベントの周回とかデイリーミッションとかになるんですけど、虹色のインゴットはもうこの課金でしか手に入らないので、課金っていうかアルカナジウム使うやつでしか手に入んないので、これで虹インゴットを全部手に入れて、そっちが先なんですけど、まあ有料なインゴットとか平凡なインゴットとか貫突していくのが目標になりますね。で次に目指すべきは必須スキルレコードを全て手に入れることです。以前これ最強スキルまとめっていうのを記事作ったんですけど、まあこういうのに書いてあるやつとか、まあツイッターとかですげえ使えるとか言われてたり、なんかみんな強いって言ってるやつとか、この場面ではこれが使えるよねみたいな、できるだけ多くのスキルを持ってる方が良くて、まあ、特に覚醒スキルですね。覚醒スキルをできるだけいろんな種類集めて、いろんな場面に対応できるようにするのがいいです。で次は希少なインゴットを貫突してください。希少なインゴットはプラス499まで合成できるので、必要なやつ全部499回合成してください。この希少なインゴットはこの鑑定ガチャでも引けるんですよ。希少が出るんで、課金できる人はこれで、まあ、引いたら合成してって感じになると思います。でそれが終わったら虹色のインゴットも貫突してください。これもアルカナジウム使うことでしか手に入んないので、アルカナジウムがベラボーに必要になります。課金できないと厳しい領域ですね。でそれが終わったら熟練度レベル上限解放が来た時のために熟練インゴットを貫突しておくことをお勧めします。熟練インゴットっていうのはメニュー、アイテム、強化交換、生産でインゴットってやって、でこれ獲得熟練度経験値いくつ以上って書いてあるんですけど、これの整数分上昇するやつですね。何パーセントっていうのもあるんですけど、この整数分上昇するやつを貫突しておきましょう。そうすると熟練度レベル上限解放が
が来た時に熟練度レベル上げが結構楽になると思うのでやっておくのがおすすめです。もうここまで来るとそれ以上やることとか多分ないと思うんですけど、プレイヤーレベル上限解放した時のためにこの経験値獲得量が整数分上昇するやつも貫突しておくといいのかなって思います。以上が効率よく強くなる方法です。で、今回紹介したのって本当にあくまで一例なので、まあ、どれからやってもいいと思います。もう途中から本当にどれからやってもいいなっていう感じはあって、結局全部やるんだったらもうやる気出るやつからやるのが一番なんで、まだこっちのがやる気出るなとか、まだこっちのがやってたいっていうのがあるんだったらそっちやるのがいいかなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけるとやる気が出ます。では失礼します。